実業学校令は近代日本の中等教育機関のうち実業学校を規定していた直例である。明治30年前後の産業界の著しい発展に対応する人材の要請が必要となり、その教育環境を整備するために実業学校令の交付が行われた。この交付により従来統一した規定を持たなかった実業学校の制度化がなされた。 1899年2月7日に交付、同年4月1日に施行された。これにより、小学校例中の都定学校及び実業補修学校に関する規定が、効力を失う。実業学校例は、官立の学校には適用されず、また、他の法令中にある、技芸学校は、実業学校とみなされる。工業学校、農業学校、商業学校、 小船学校、実業補修学校実業学校の設置者は、北海道、府県、軍市町村、町村学校組合、指人とされ、設置、廃止の認可は、工業学校、農業学校、商業学校、小船学校に関しては、文部大臣、実業補修学校に関しては、地方長官が行うとされた。公立学校では、学校長が、私立学校では設立者が、 地方長官の認可を得て決める。徴収することができる。ありがとうございます。